どうもこんにちは。今日はですね、多分福岡県福岡市早良区にある、カランの滝というところに来てます。ここは金山の登山口ですね。で今、オープニングで見てもらったと思うんですけど、カランの滝、結構水量があって迫力がありますね。ということで、今日は金山へ、カランの滝から登ってみたいと思います。金山はですね、九州百名山なんですけど、何度も金山自体は登ったことがあるんですけど、山頂はですね、そんなに展望もないし、今まで、そんなにいい山だなと思ったことはないんですけど、山頂だけでいい山悪い山って決まるわけではないので、今日はですね、ゆっくり登りながら金山のいいところを見つけれたらなと思います。今舗装路を歩いてるんですけど、梅雨の影響ですかね、水量が多いですね。前回登った時に沢登りみたいなことをされてる方々もいたんで、そういった面でも金山はいいのかもしれないですね。歩き始めて、10分ですね。コースはこんな感じです。今回は、この反時計回りで行ってみたいなと思うんですけど、ルートが怪しかったら来た道をピストンで戻ろうかなと思います。やっぱ水が綺麗で、川遊びにも良さそうですね。滝が見えてきました。ここまでは結構沢沿いを、掘って歩くようなコースですね。沢沿いなので結構ひんやりしてて気持ちいい良さはあります。ただ暑いです。ここは結構上から見ると迫力ありますね。いや、綺麗ですね。いや、これを見ると金山いいですね。山頂まで行かなくてもかなり楽しめます。
結構水が多くて、この辺は滑って危なそうですね。まあこの前大久山でこけちゃったんで気をつけて行こうかなと思いますけど、あそこの岩に比べたら全然滑らないですね。あとやっぱり当たり前ですけど、水も奥山の水の方が圧倒的に透明度が高いです。あそこの水はなんか日本の百選みたいな、水百選みたいなのに選ばれてるってネットに書いてたんですけど、まあ、ちょっと本当のところはわからないんですけど、まあ本当に綺麗でしたね。金山見どころがいっぱいですね。まあもちろん暑いんですけど全然気持ちいいです。福岡市から近くて、こんな綺麗なところに行けるんであればかなりおすすめですね。登り始めて約1時間ですかね。阿古坂峠と、直通ルートの分岐に来ました。本当は周回コース行こうと思ったんですけど、今日はちょっと時間の関係でもう直通からサクッと登りたいと思うんですけど、ここから50分って書いてますね。ただ前回ここ1回行ったことあるんですけど、結構きつかった記憶があります。頑張って登りましょう。直登
近づくにつれて傾斜がきつくなりますね。さすが北東コース。まあでもそんなに長くないと思うんで、あと少し頑張ります。167m。カランの滝から進んできて、アゴザカ峠と急登の分岐から、約20分ですね。ここまで結構急ですね。山頂からの展望はこんな感じです。気温はもう29度、暑いですね。ということで、山頂なんですけど、本当は周回コース行こうと思ったんですけど、眠いんでピストンで帰ります。できるだけ早く下りたいなと、思います。ここからはトレイルランニングですね。よく見るとここからは、福岡タワーとか見えますね。で、今が、12時49分ですね。何時に戻れるかというところで気をつけて降りたいと思います。で、1時23分ですね。登山口まで戻ってきました。いや、暑いですね。30分ちょっとかかりましたね、ここまで。トータル2時間ぐらいですかね。まあですね、今日登ってみて、金山なんですけど、今までのイメージは九州百名山としては物足りないのかなと思ったんですけど、今日改めて登ってみて、とても、まあ、沢沿いの気持ちいいコースですね。山頂はそんなに眺望はないんですけど、まあ、福岡市内は見渡せるんですけど、まあ、登山道がとても魅力的なコースですね。で、今は真夏なんですけど、夏こそいいコースかもしれないですね。沢沿い、ちょっとひんやりした空気を感じながら、苔むす岩を見ながら進んでいくという、とても気持ちのいいコースでした。なんで、まあ、熱中症に気をつけながらゆっくり登るととても、気持ちのいい山かなと思います。ということで今回は、金山の、紹介でした。次回も見てください。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。